山形プリンやってきました。いたずらかぼちゃプリンセット、はい、コーヒーで。はい、かしこまりました。コーヒーはホットとアイスがございます。ホットコーヒーで。あ、動画撮っていい？あ、どうぞ。こんな感じでございます。プリンがいっぱいあります。お席はどこでもいいですか？はい、先に。あ、お先か、お買い忘れて、はい、ごめんなさいね。カフェメニュー生プリンセット、今日はいたずらかぼちゃプリンセットいただきます。うんうんうん、毒はいい、ここでいい、ここでいいじゃん。よし、大丈夫、ごめんなさいね。失礼いたします。腕映ってもいいの？大丈夫？大丈夫です。これどうやって食べるんだよ。豆があるんだけど、この豆をこうして、おお、これでいいのか。こんな感じで、おお、いいね。かぼちゃプリン。あれ、そんなにかぼちゃの味はしないな。あ、ほんのわずかにかぼちゃ、あ、下の方にかぼちゃか、上に、上がプリンで下がかぼちゃ、二層固めになってるね。ほら、二層固め、色の濃いのがかぼちゃかな、んで白いのがプリン。うん、こんな感じですね。これで、これ何の豆か忘れたけど、なして食べるのかな。うん、んでこれを飲むと。蕎麦を食べに来ました。青少園っていうのかな、よくわかんないけど、立ち食い蕎麦です。なるほど、こっちから順番に濃い、あ、もうできた、よかったできました。今日はこの極みをいただきます。一番濃いのが7倍でした。530円。ちょっと座っていただきましょう。これはさくら茶蔵ですね、茶蔵さん、抹茶ジェラート。お、5番の極み、結構抹茶濃厚ですね、芳醇ですね。うん、口から入って鼻に抜けてきますね、うん、なかなかいいよ。今度7番試行を試してみたいな。うん、いけます。
今用意してます。用意ありました。これが芋煮会の芋煮ですね。多少も洋服しラウンジの思い出もよろしくお願いします。前流行ってたトビマリオット、ほら、フワちゃんスターシップ入ってください。一緒に飲みましょう。おー、いいやつ。これはね、ハイレックスさん、はい、あの肉も本当ゆっくりでいいっすよね。知ってます。去年散々なことになったんで。これ何のケーキですか？ウェディングケーキ。あ、ウェディングケーキ来ました。吉川さん、ビデオマンさんからウェディングケーキ。誕生日。レプヌ。ロスクールな、ロスクールな、ロスクールな、プロフェッショナルな、プロフェッショナルカメラマン。みんなですか。大丈夫ですかね。もういい感じ。ベリーレアでございます。いい感じだ。最高だよこれ。油がね。すごい美味しそうに見えます、ね、切ってる姿。丁寧でこうやって切ってステーキ食ってますから。お肉をいただきます。ステーキ。ベリベリレア、ベリベリレアですね。ベリベリレア。わかんないぐらいな。でも閉まってまだ1年ぐらいです。うん。幸せですね。うん、最高。サバが今キャンプファイヤー、キャンプファイヤーの準備中ですね。キャンプファイヤー準備中。ヘビースモーカーを俺がなかなか火がつかない。もう一瞬キャンプファイヤーを囲んで起き上がる話なんだやめてくださいよ。やばい。ビデオマンさん、まだ話し続けてる。バイタクがどっかに行って。フラッシュタクと。フラッシュタクと。